はい、トモイタです。今回はパワーブレースのクロスメンバーですね。こちらをちょっとボディ補強つけていきたいと思います。でこちら説明書でここですね、純正でいう フロントのジャッキアップポイントがあるところをちょっと変えていきます。はい、でパワーブレースクロスメンバーですね、こちらの純正のこのジャッキアップポイントのやつを取ってつける感じなので、まずこちらを取っていきます。じゃあパワーブレースクロスメンバーつけていきます。よいしょ。重い重い、あくそ、よし、とりあえず1個入ったからもう1個、あ、よし、よし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 、軽く止めておきましょう。軽くじゃねえな、結構止まったわ。よいしょ。よいしょ。よし。よいしょ。ああ、手が入らん。寒い。よし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 。ちょっと入りが悪いな。ちょっと緩めよう。よいしょ。うん、これで入ったね。よし。よいしょ。よいしょ。横、ここ見えますかね。ここだけなんかこういう付属のやつがあって、ここ一緒にこれ友締めしてください。よし、これでとりあえず取り付け OK ですかね。まああとは手締めでちょっと本締めしますけど、
こことここ、とあとこっち側とって感じですね。純正のネジボルトと同じ箇所ですね。であとはこれ、本当だったらよいしょ、これを純正のやつをこう戻すんですけど、逆か？どうなってんだ？あ、こうなってんのかな？あれ？よくわかんねえな。まあ、こういう感じで、パワーブレース純正の戻すんですけど、あの、社外のクスコのやつ買ってあるんで、ここはクスコのやつにします。はい。取り付けはじゃあこんな感じで、クロスメンバーのボディ補強は終わりです。